実況パワフルプロ野球。はい、皆様おはこんこん、どうもそうすけです。マイライフパート22かな、やっていきたいと思います。でね、今回が、あれですね、クライマックスシリーズのファーストステージ、相手はヤクルトとなってますね。結局広島結構下がったんだね、こう見るとね。まあ、阪神は 0.5 ゲーム差で優勝は逃したんですけども、ここからは下克上ということでやっていきたいなと思います。今まではね、個人記録等々を狙ってやってきましたけども、まあここからはね、本当に1試合1試合が大事になると思うので、まあチームバッティングを心がけながら、まあ打てるところで打っていく形でやっていきたいなと思います。うん、じゃあやっていきましょう。とりあえずね、ファーストステージは突破しないと面白くないんでね、やっていきましょうか。能見さん対お母さんですね。よーし、これ撮ってるのがね、1月の15日の、7時15分ですね。そろそろね、ウィーレの、あの動画がアップされると思うんですけど、リクエスト動画がね、皆さんの、まあこれアップされるときはもう随分先なんですけど、この動画がね、ウィーレで皆さんがどういうリクエストをくれるのかすごく楽しみですね。ね、ちゃんと復活してからね、動画やっと1日4本上げれるようになってきたので、やっとこう、ペースをつかめていけてるのかなと思います。よし、打っていきましょう。第9、投げました。昨日はね、プロスピの新しい企画を撮ったので、いやーちょっと勘が鈍ってるかな。昨日自体はね、調子良かったんですけどね、まあまあそう簡単には全てにおいてね、綺麗にいけるっていうのは難しいよね。まあでもこういう、チャンスで打ちたいね、ミート打ちで。よしよしよし、球数投げさせるのも大事だからね。第4球を投げました、打った、川端交代すいません、すいません、やりました。お、でもチーム勝ってるからいいね。お、チャンスだよ。第9、投げました、初球を打ちました、超えるか超えるか、センター持っていった、センター、よし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 、オーケーオーケーオーケー、なんと活躍したねえ、こういう活躍大事だよ。よしよしよし、結構伸びていったね。うわお、よし、もう一点もう一点、ここ大事よ。第9、よし、高めストレートは何が来るかな。第2球投げた、外角へストライク、ナイス。肩越しにランナー見た、一塁タッチ、ランナーは鳥谷さんとマート。第3球を投げた、打った、やべー、ゲッツワーか、取った、2塁アウト、アウト、最悪。今のところ若干足手まといチックなっちゃってますね。お、勝った、よかったよかったよかった、あんまり活躍できなかったですけど、うん、なんとかね、勝ちは拾えたのでこれでよかったかなと思います。ふう、よかった。じゃあ僕の打点稼いといてよかったですね、普通だったら。はい、ありがとうございますさあさあ、じゃあ2試合目行ってきましょうか。まあ練習もうね、どうなんだろう。まあでも今シーズンは練習って決めてるので練習しましょうか。よし、練習しましょう。よし、奥井も早々ね、相当こうパワーアップしてるんじゃないかな。さあ2戦目やっていきましょうか。頑張りますよ。奥井は7番、6、7番、本当にゴールデン新人コンビ、ゴールデンルーキーコンビで、なんとかこのね、ペナントレース戦い抜けてるっていうのはまた一ついい情報ですよね。うん、大きい大きい、だいぶ大きい。まあね、ほんと最近キングダムハーツも復活させてもらって、あのね、まあ、ちょっとね、めたい話をすると、キングダムハーツを出した当初っていうのは、一桁だったんでね、視聴回数が。プロスピの方は二桁の時もあったんですけど、キングダムハーツっていうのは一桁だったんだよね。だから僕がもう一桁なのが当たり前みたいな感覚があったんですよ。でも今日ポンって出したらね、昨日ポンか、昨日ポンって出したらね、二桁、じゃ三桁ぐらい見られたんですよね。いやー、ね、やっぱりファンの皆さんの力っていうのはすごいなって改めて思いましたね。ああ、ありがたいなと改めて思いましたね。いや、もったいな。ゲッツー多いよ、いつもあんまりゲッツー打たないのに。まあでも1打席目ヒットってね、タイム打ってるから。よーし、さあ、ヤギちゃん。今のとかも相当甘いんだろうけどな。
ね、こんなことしてる場合じゃないよ。来年には三冠を取りたいからね。うん、最悪でも。あ、やばい、逆転された。チャンス作ろう。第9投げました。おお、タイミング早くね。投げました。よしよしよし、いいよ。フォアボールでもいいよ全然。第3球を投げました。いやー、マジかー、それでもダメかー。川端、余裕があります。やっぱりプロスピの癖が出てしまってる気がするな。やばい。だいたいファーストステージって僕がプロスピで実況するときも、まあ、こういうパワープロでも2戦目っていうのは負けるよ。で、3戦目はだいたい勝ってくれるんですけどね。いやー、もっと打てたなー。まあでも1安打してるんで、まあいいとしましょう。まあ最後良ければ全て良しですからね。練習しよう。自分を戒めるためにも練習しよう。で、来年はね、家を買いたいですね。うん。不動産屋さんがおそらく来年オープンすると思うので、家を買いたいね。借りる。買わなくてもいいね。買いたいね。いや、間違えた。買わなくてもいいから借りたいね。うん、賃貸でもいいんですけど。皆さんどうでしょう？一軒家に住んでる方が多いのかな？僕はね、一回も一軒家に住んだことはないですね。常に、まあ、転勤族っていうのもあったんですけど、常にね、マンションで暮らしてるんですけど、マンションの方が僕はいいんですよね。あの、なんていうのかな、まあ、耐熱材とかもしっかりしてて、寒くないんですよね、そんなに。あの、もちろん夏は暑いですし、冬は寒いんですけど、一軒家とか異常じゃないですか。僕、友達の家とか遊びに行ったら、一回一軒家で白い木できたことがありますからね。ああ、いやー、一軒家って辛いんだろうなーってその時改めて思いましたね。よーし、逆転のスリーラン。よーし、そうそうそう、こういう最終戦で活躍するのがね、僕なので。うん、もう一本行こう。第9投げました。もったいねー。宇宙間へのフライ。いや、今のは気持ちよくスリーランいったね。外角高め、僕が苦手だったんですけど。お、勝ってるよ。よし、もう1点、もう1点取ったらだいぶ楽なんじゃない。うーん、合わせるよりも早くバットを振ってしまってるよ。OKOK、そろそろ慣れてくると思うんだよね。マジか。見通しで打った、当たり損ねば消毒。ランナーすら進めれない。まあでもスリーラン打ってるから一応ね、今日は貢献してるでしょう。よし、ここもう1点だね。ダメ押し。初球を打った。うん、十分犠牲フライにはなるんじゃない。オッケー、4打点今日ヒーローでしょ。高岡、よし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 、オッケーオッケー。うわー、まあ1安打だもんね、結局的に。でも4打点。まあ一応ね、勝利打点もおそらくもらえるでしょうし、よかったよかった。ふう、なんとか活躍できましたね。あ、勝利打点、やっぱり勝利打点ですね。よしよしよし、いいよ。やっとこれで巨人のね、巨人との、うん、挑戦権を得られましたね。どこが勝ったんだろう。ソフトバンク？ん？阪神だけか。なるほどなるほど。ソフトと阪神ですね。で、オリックス対ソフトバンク、巨人対阪神という形にはなりましたね。休憩しよう。うん、ここはね、明日試合でしょうから、おそらくですね。さあ、やっていきますよ。4勝すればいいからね。うん、いや、まあ強いでしょうけど、ね、気を引き締めて勝てる試合にしっかり勝っていく。タイムリー打てるところでしっかりタイムリーを打つ、まあ、そこを心がけてやっていきたいと思います。お、パワー上がったよ。結構あっという間に上がるね。さあ、やっていきましょうか。4戦勝たないといけないからね。本当に日本一に、日本一というかね、日本シリーズに行きたいですよね。うわ、奥井のが打順上がってる。なんかムカつく。まあ、チャンスを広げてくれたら別に何番でもいいんでね。うん。本当に。まあ、さっきみたいなね、こう、逆境の状況でホームランを打ったり、打点を上げたりできると、動画的にもね、いいので。いや、さっきのスリーランは嬉しかったかな、正直。今日はちょっとダメかなと思った瞬間に、まあ、あまりボールでもないボールを打てたのが、よかったかなと思います。スッとこうバットが出た感じはありましたね。クライマックスシリーズ、さあ、東京ドームは僕結構相性がいいのでね。うわー、チャンス。でも菅野ちゃんか。初球から打ってた。前進守備ショート、そこのど真ん中を打ち損じるか。逆に、あ、でも点取ってくれてる。よしよしよし、いいよ、勝てばいいんですよ。第9投げた、打ちました。初球打ち、
レフト左へのフライですが、個人的には本当にレフトスタンド上段なんですけどね、これで2アウト、若干合ってないんだろうね。うわ強い。西村健太郎選手は契約更新は現状維持だったみたいですね。よーし、さっき打てよ。オッケーオッケー。さあどういうチャンス、いやチャンスでもなんでもない。巨人強いね。投げました、初球を打ちました、ショート前方の。まあいつもよりかてか昨日撮った動画よりかは調子良くないですね。タイガー、クライマックスシリーズファイナルステージ、まあ初戦負けただけですから、あと4戦勝てばいいわけですからね。まあ逆に向こうは2勝すればいいっていうね、やっぱりアドバンテージの1勝っていうのはでかいですよね、この日本シリーズ。日本シリーズじゃない、クライマックスシリーズのファイナルステージはね、だいぶでかいですよね。よし、今しめとして練習していきましょう。まあ菅野だったんでね、まあ、なかなか勝つのは難しいと思うので、ここから3連勝とかできるとだいぶ変わりますよね。面白くもなりますし、さあ頑張っていきましょうか。まあ、ここの観客のコメントとかを変えてくれたら嬉しいなね。でもまあ2試合連続のホームランと今なってるのでね、まあ、悪くないんじゃないかなと思います。まあ甘いボールを捉えてるって、さっきの菅野選手のど真ん中のボールとか無事損じてるのでね、もうちょっとこうね、うまくなってそうでうまくなってないような状況なので、できるとこはできるようにね、やっていけたらなと思います。まあなんか話すことあったかな、まあ、結構さっきね帰宅途中に契約更新の動画を見ててね、阿部選手が 36% 減とかね、まああんだけ活躍してなくてもね、3億近くもらえるっていうのはいいよなと思いながら、まあ岩瀬選手とかがすごい下がってたかな、2億5000ぐらいから5000万ぐらいだったかな。次が4球目、投げました。本当に生活の感じが変わるよね。入る？うわ惜しい。いやでも十分十分。いい先制したんじゃない？このままいってほしいな。巨人中盤が強いからな。お、3点も上げたよ。でもこれ4点もパンパン取られちゃうのがね、ちょっと阪神の投手陣のいけないところだよね。第2球。投げました。打ちました。抜けはしないね。イバタちゃん。セカンドから一塁送球。よし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 。スリーアウトチェンジ。まあ、阪神の今回の、スローガンが大変革だったっけ？なんかそんな感じで、厳しく明るくをモットーにって言ってましたね、金本さん。でなんか最近阪神感謝祭でやっぱり今成選手がね、どうしてもムードメーカーなんで、すごく面白いよね。その顔がかっこいいとかそういうのはないんですけど、やっぱりやることが面白いというか、でまだ28歳なんだと思ってね、まだまだこれから一番いい時期に入ってくると思うのでね、頑張っていただきたいなと思います。お、来た。いやーすごいチャンス。ピンチは B だけど打たれ強さは F なんだね。任せて。同点にしかならなかったか。まあまあまあ十分十分、とりあえず同点だよね。すんごい泥仕合みたいになってる。よしよしよし、お、勝ってるよ。もう1点だね、ここでもう1点。それ入ってるの厳しいな。よし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 、集中しよう、集中ね。 OK、あの時思い出せ、あのベイスターズ戦思い出せ。第4球を投げました。あっとこれは上がりすぎたようです。レフトフライ、飛距離は出ていません。ダメなのか。まあまあまあこれで勝てばね、本当にいい打点を稼げたので、よし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 、でかいでかい。いいよ、今日は2安打ぐらいしたんじゃないね。まあ最初のタイムリーも今日は一応2打点ということで、まあ、毎試合ね全然活躍しないっていうわけじゃないと思うので、まあいい感じですね。OK、いいよ。まあね、今回は動画時間を気にせず、クライマックスシリーズが終わるまでは撮っていきたいかなと思っております。どうしようかな。いや、ここ休もう。うん、休むのも大事、こういう時はね。よーし、じゃあ3戦目とやっていきましょうか。2勝、1勝2敗だね、今のところは。お、打順が上がったよ。奥井は外されちゃいましたね。打たなかったのかな。福留と争いしてるのかな、おそらく。止めね。
どめどめもー、なんかいいときはいいんですけどね、あの人も村っ気でありますよね。なんか打つときはめっちゃ打つんだけど、打たないときはあんまり打たないみたいなね。でもやっぱりギータとか山田くんはすごいよね。ギータが3倍だったよね。9000万が2億7000万。で、山田くんが1億2000万ぐらいアップしてた。1億4000万？東京ドームです。1億5000万ぐ読らいア売ップしてジャイアたっンツ。け？なんかすごかったよね、とりあえず。2タイ億ガー2000ス。万。イチローと松井選ま手ずは一塁以牽来っ制。て言ってましバットたスタートね。した。5年目での2億円プレイヤーっていうのかな、多分。第す9、ごいよ投げました。ね。ボール。同い年だよ。同い年で2億2000万もらうんだよ。投げました。サードチェンジャーボール。カウントはね。ツーボールノーストライクです。びっくりするわ、投げほましんた。と。アウトコース高め。高速スライおダー。かわ外りれてくんがも打者でカウン一ト番スもリーらっボールたノーのストライかな。クです。投げました。打って出ました。4億サード1000の右。万とサー出来ド、これ高はって守書備いたような気範囲内がしまアウすト。ね。これはアウトです。またいいチャンスで打てなかった。よし、行こうか。第9、投げた。見今送日はっなんかてチャンボスであんまり結果が出てない気が、あのスリーランぐらいール。投です球これね。から2球目。アウトロー。よ外れてし。ボール。大竹慎選重に手も攻あめれてきかます。な。現状カウン維持っトはて言っ2てボたールようなノー気ストがライク。します。ボール。これあんはまり完全なボール内球。海さん、大カウ竹ントは選手3と、ボール、ノーストライク。なんかあんまり活振っ躍てしてまないイす。メージフがあラりフまラしたね、ターン。今回。坂ね、本、余内海裕さのんとか当た4り。億ぐらいこれもでらっスてるリーもんアウト、ね。チェンジ。で、規約更新で変わらず。まあ、ちょっと羨ましいですよね、正第直。9、投げまあ、た。複数初球年。を打った。てか、これそがれにシしョーても打トて正ない面。な、今二塁へトス。二塁アウト、スリーアウト、チェンジ。うわー、やばい。若干スランプ。でも、チームは勝ってる。俺、いらないんじゃないかってなり第ますよ9、投げた。初球から打ってった。サード正面のゴロ。二塁送る。マアウトジです。か、二塁そフォーんスなアにウ打てト、ないもんスリーアウか。ト。いやー、よかった。これで2勝2敗だね。シリーズ。いやー、何もしてない今辛いなー。調子が出ないね、なかなか。いやー、でも、もしかしたら日本一あるんじゃないっていうところまで来ましたよね。いや、まさかちょっとね、1戦目負けたとき、いや、ちょっと厳しいんじゃないかなーって心の中で思ってましたけど、意外と、ね、五分五分まで持ってきましたね。やはり乗ってるからね、本当にシーズン終了間際も良かったからね、調子。よし。でもそろそろ菅野選手とかが戻ってくるからね、メッセ対打つの。でもこっちもね、先発陣が戻ってくるので。ね。ここ勝つ。ここがどっちが勝つかでだいぶ変わりますね、本当に。ここ勝った方がだいぶ有利なんじゃないかな。もう五分ですからね。アドバンテージもクソもないですからね。ここまで来れば。逆に、こっちの方が有利なんじゃない？ね。2014年は阪神が行きましたから。このまま突っ走ってくれても、2014の再来ということで。これでソフトバンクが東京上がっドーてムできす。こうようもんならね。本当に再来できるんでね。これはこれで面白いんじゃないかな、と思いますね。第9、よし、打つよ。投げた。スラーブはボール。さあ、まず内海は変さん、化どう球なる高め。かな。まあ、調子良さそうだね。投げた。だって、ボール。3カウン回ターツーでボール。1番バッターが僕ってことは、は、第3ノー球ヒットノをーラン中ってことだもんね、今。投げました。ストライク。う膝わ元ー、いい厳としこい決とまるころ。ね。さあ、4球さあ、目。任せて。打ちました。いや、僕はちょっと今調子悪髪いね、取っ本当た。に。一塁へ送る。そろそろアウミートト。落ちしようこかれでワな。ンアウト。おっと、同点だね。7番ここはもう一発狙いでいいんじゃ第ない？9、アウト気にせず。投げました。アウトコース低め。ど真ん中とかで失投来ないかな。まあ、第失2投の方が球。打ちにくいんですけどね。投げました。よ外しれよした。よしよボール。し。カウンター2ボールノーストライク。1-1か。本当にいい勝投負し球てはるね、3球毎目。試合。投げました。打ちました。いや、厳しい。亀井、ボールを取る。一塁送球。なん一塁だアウよト。みたいな声これ聞こえはまアウしトたでけどす。ね。スリーアウト。あ、やばい。やばい。8回。どう？あ、これはもうヒット狙いだね。第9、先頭が出る低ことめ、が大事です外れね、て今ボール。は。今、本当に打撃不振中だね。投げました。高めストライク。うわー、ストレートで空振ってるもんね。投げた。打った。やアウべー、マト。ジで打てる気がしない、今。第4球1を日でこ投んなげにた。変わるのかっていうぐらいボ自ール。分の平調子行が変カウわンりト。ますね。マイ次ライがフ5は。球目。投げた。流し打ち。どうだ。フェアレフトか？の右。よしよしこよれしがよしファーよスし。ト。ボールが転がラッる。キーラッ高キー。岡。一気に二塁さあ、へ。これで縮めてほしいな、点数を。高岡、ツーベースヒット。頼む初安よ打。ー。よし。いタイガーやー、クライマックス追いシつリーいた、ズ追いついファたイけど、ナそルのステー回ジが抑えられなかったです戦。ね。やばい。やばいよー。そろそろやばいよ。2勝3敗。もうあとは勝つしかないですね。まあ、逆に分かりやすくていいんじゃないかな。もう駆け引きもクソもないですからね。
もう打てばいい、勝てばいいってやつですからね。よし、練習しよう。楽しく奥井と練習しましょう。奥井がね、3番、いや僕が4番、じゃあ僕が3番、奥井が4番みたいな時代ももしかしたらずっとやってくるのかなね。それはそれで面白いですよね。おーし、また奥井が上がってきたよ。ドメドメ打たなかったのかな。でも本当に奥井が僕よりも打順が上っていうのが腹立ちますね。成績は残してるのは僕の方なんですけどね。まあパワープロってどっちかといえば能力主義みたいなとこ、起用はありますからね。結果を出そうか出さないかっていうとこは、能力が高い方が出すっていう部分はやっぱりありますからね。まあ、こればっかりは何とも言えないんですけど、まあ楽しみだね。どうにかしてここは勝ちたいですね。最終戦までもつれ込めばだいぶ面白いんじゃないかな。さあ行こうか。第9投げた、打ちました。初球打ち、ショート正面、ショートから。それにしても打てないね。これでうわー、やばいやばいやばい、だいぶやばいよ。第9投げた、よいしょいや、やっと来た。これで十分変わ、お、逆転したよ。いや、もう一本、もう一本。第9投げました、初球打ちました。ダメか今のも。落下点に入った。これ本当合わせるの難しいな。これで2アウト、ランナーは1。何なんだろうね。いやー、とりあえず勝ってるからいいよ。うん。第9投げました、初球打った、フラフラと上がった。ほんとど真ん中しか俺は打てないのか。セカンドを掴みました。これでワンアウト。コツを掴んだと思ったらなんかダメになるし、打つか続けていいっていうのがあんまりないですね今のところ。初球から打ってった。よし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 、そういうしぶといあたりがね、僕の調子の企画を掴んでくれる。よし、さあ来たよ、最終戦まで来たね。3勝3敗。いや面白いな、勝ちたいね。ぜひ勝ちたいね。よし、なんとかホームラン出てますね。まあ、ど真ん中の失投みたいなボールが多いんですけど、さあ最後休憩して、最終戦臨みましょうか。さあ頑張りますよ。今日はどこ、大体誰からが先発。藤浪対菅野、うわー、完全にエース対決。それも僕が3番で起用っていうね。いいんじゃない。いやー本当に藤浪ね、たまに崩れるからね、結構ね、あの勝ち星はついてますけど、なんとか菅野くんを倒してね。もう巨人といえば菅野を倒さないと上にはいけないっていう部分があるのでね、ここはもう菅野選手を倒して上まで進んでいけたらなと思います。いやでもこういう時の巨人って強いからね。最終戦も負ければうちが首位って時もね、負けました、向こう勝ちましたしね。でも菅野くんはね、ど真ん中の失投でホームラン打った記憶があるので、そんなに苦手意識はないですけどね。追い込まれたらミート落ちで打ちました。あーって言われてる。すんごくショック。これで2アウト、ランナーは2。お、ホームラン。第9、もうホームラン一択だね。バッターよく見ました。第2球投げました、よし、いったんじゃない、角度最高。よし逆転、なんと活躍した、同点。うわいい勝負。また第9投げた、もう1点欲しいね、本当にもう1点欲しい。投げた、いやーもったいない。フラッと上がった。いや今のもホームランボールでしょう。あ、終わった感がある。いや諦めないよ。第9投げた、打ちました、初球打ち、超余裕があります。センター掴みました、ボールは中継。これで2アウト。一時の勝ち越し弾は何だったんだ。大会を制した、くそー、負けた。まあこれはもうね、次の年にね、向けての布石だと思いましょう。いや負けちゃったか、勝ちたかったな。見替えてみればね、大差がつきましたけど、惜しかったよね。もうまたパワーが上がった、早いね、パワー上がるの。やられたね。ジャイアンツ、パリがどこなんだろう。ああ、優勝チームはどっちも行ったんだ。まあ、それやったらいいとしましょうか。そうだね。これどうなるんだろう。
そうだね、多分パン光ってないってことはおそらく一気に進むんだろうね。ちょっと進めてみましょうか。こう契約更新まで、あのパンパンと進んだらの話だけどね、毎日やらなあかんみたいな感じだったのを考えたいと思います。これパンパンと進むみたいだね。うん、2日ぐらいまで進むみたいですね。よしよしよし、いやとりあえず契約更新がなんぼになるか楽しみだよね。5000万ぐらい、そんないかないかな。なんか上限がパワープロあるらしいですね、あのプロスピとは違って。何回の上限が、え、なになになに、対談、金ケイドって阪神にいた金ケイド違いますよね、おそらく。そうですね、はい、わかりました。これ誰、コーチよ。一軍の成績に応じて特殊能力の経験値が大幅にアップダウンします。勝ち目打ちの職がかなり上がった。アベレージヒッター、満塁男、三振取得経験値、なるほどね、結構上がるね。うん、お、総力 C だ、走塁 C、 チャンス C、 いいね、いいよ。お、そうだね、こういうこともあったね、いろいろタイトルは取れましたもんね、なんやかんや。今思えば結構タイトルも取れたんですね、1年目でね。うん、はーい、僕はまだ1軍なんですかね。はい、パワーですかね。うん、パワーがある打者はチームの花形だからな。よーし、はい、いいですよ。パワーヒッターつけたいなぁ。来た、契約更新。はい、どうも来ましたよ、僕がね、来ましたよ。はいはい、座ります。うん、では書類を用意するのにしばらく待ちたまえ。はい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 、うん、なんぼ、では早速本題に入りしてもらうよ。君の来期の年俸ズバリ6500万。結構伸びたね、今期よりもアップテージだ。そりゃそうだよね。どうしたね、不満がなければ気持ちよく一発サイン、いや交渉するでしょう。何が一番いいんだろう。三振が少ない、三振は少なかったんじゃない、見られてるのかな。なんか見られてない方がいいっていうことを聞いたんですよね。うん、まあ打率とかその有名部分、有名部分っていうかね、よく見られる部分っていうのは見られるらしいんですよ。あんまりこう見られてない部分を、うん、やってみた方がいいっていうのを聞いたことがあるので、新人王とかね、こういうのは特に三振が少ないとか。うん、お、いいね、ちょっと上がるんじゃない、どうする、すごいでしょ、やった。あ、そう、いえ、え、下がったよ。下がっちゃったよ、いらんことした、もしかして。んー、じゃあ得点圏とかね。お、びっくりしてるね、いいよ。うん、いや結構得点圏打ったね、1000万。はあ、上がったね。どうしようかな、なんかあったかな、ええこと。いや、案外すり抜けてる分だね。試合数はそんなに多くないからね。逆にこう、ヘッズダが多かったらしいですね、今回。二塁打も結構打ったよね。まあ、首位打者とか盗塁とかはいいんでしょうけど。OPS とかやってみる？よくわかんないけど。お、いいよいいよ。いいね。うん。これすごいのかどうかわかんないですけど。1000万はぁ、めっちゃ上がったじゃん。やったー、1500万も上がったよ。はーい、君の契約更新初めてだったね。はい、ミッションね、わかりました。失敗した時は、え、首。失敗したら首。来期のミッションはズバリ何、マートンを超えろだ。214安打を超えろってことですね。まあ、任せてください。大丈夫ですよ。もう今年200何本か打ってるから、201本ぐらい打ったよね。よーし。結局、年俸はいくらになったんだろう。まあいいや。7400ぐらいになったの？よくわかんないけど。まあまあ、ぼちぼち上がったでしょう。やっぱり、月は多かったんだね。めっちゃ増えてる。
加えてみるとやっぱり8月9月っていうのは伸びてるね。うん、やっぱり5月はどちらかといえばヒット狙いが多かって、6月7月ぐらいで強振を増やし、で8月9月では強振を多く使ったっていった感じでしたね。8月良かったね。まあ、9月10月もホームランは出てましたし、十分やったんじゃないかな。よーし、いろいろと内野手もしかしたら敵かもしれないですね。そんなびっくりすることもないでしょ、いつものことだからね。あー結構リアルですね。あー安藤選手辞めるんだ、安藤さん、あ岩瀬さん、モサさん、しげしげも辞めるんだね。うわめっちゃ中日辞めちゃうじゃん。うわーリアル、すごくリアルいやすごいね、うん、こういうとこもリアリティをうまくことやってるんだろうね。あ戦力外、高山外野手、今年の新人選手まあいいやいいや。え三浦さんが自由契約、それはちょっとびっくりだな。あとはまあちょっといない、あ福浦選手です。え細川は違う人、スタンリッツとかもね。うーんなるほどね。 FA、 え宇都宮選手が中日で、立山選手も中日、今井が楽天、うわリアルすごく、え鳥谷が西武行っちゃうので、内川がロッテ、西武めっちゃ補強してるんじゃない、すごいね、鳥谷と小屋の取るって。で中村ってあのおかわりくんがロッテ、すんごく変わるね。鳥谷がいなくなるやばいんじゃない。えマー君が阪神に来るってこと、やばで松山さんは西武に帰るんだね。で球児と岩隈さんがソフトバンク、ソフトバンクまた強くなりそうだね。うん、あそうだね、鶴岡さんも引退か、結構リアルだよね本当に。誘う、誰誘おうかな。まあ奥井だねまあ奥井も一応スタメンだからね。うん、あと誰誘おうか、まあ外野手じゃ内野手、今成さんと誘おうか、今成さんと個人的に好きだから。あとはやっぱりね内野手がいいよね、新井さんとか誘おうかよーし、これで合同自主トレしましょう。なるほどね、ランナーね、結構、ね、いろいろイベントが来ちゃうけど、次ね、セーブポイントができそうね、あれば、そこでやめたいかなと思います。それはもちろん全力でしょう。うん。まあ、野球選手はしっかり走らないとね。僕、マラソンはあんまり得意じゃないんですけど。誰君は。めっちゃ髪の毛赤いね。はい。私は君のファンのもんだ。なるほどね。話し方が変なので相手にしない、貴重なファンなのでまあそれだよね。うん、今里いすず、すごい名前だね。世界のどこかで応援しているのから頑張るのだぞ、なんか偉そうやな田舎もんかな、まあまあ嫌いではないですけど、ちょっと髪の毛が赤すぎますね。よし次回こそはね、絶対優勝したいかなと思います。これで1年終了ですね。うん、まああっという間だったけどね、いや十分楽しく1年間できたんじゃないかなと思います。誰これ、お前のホームは見てる思ったか、ホーム俺の同じホームが向いてるかもしれない、やめておきます、新井さんはいいわよしすいません、うん本当ですね。お酸素カプセルね、よしよしよし、今季終了時の選手データオリジナル選手で、あ、書き込まれます。いやいいね、こういうのもできるのもパワープロのいいところですよね。こう選手をいろいろ作れるっていうのがやっぱりパワープロの良さなのかな。今回のパワープロ2016はね、結構いろんなモードが新登場してるみたいですね。うん、よしいろいろ新人が入ってきましたね。僕はイエーイ一軍やったね、そりゃそうだよね。よし、え、はいどうも深川、あ、バンキシャの人だね、違ったスカウトの人、バンキシャの人、興味ないねどうでもいいということで、今回はここで終わりたいと思います。次回はね、開幕戦の前まで進めていきたいかなと思っております。まあね、優勝はできなかったですけど、まあ楽しいシーズンやったんじゃないかな。来年こそは、うん、マートンを超えるし、三冠王を狙っていきたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。次回見ていただけたらと思います。それではね、宗介でした。さようなら。